ドーソンは、イングランドのニューカッスル・アポンタイン出身の、フォーク音楽の音楽家。彼の2014年のアルバム、ナッシング・インポータントは、ウィアード・ワールドからリリースされ、批評家たちの注目を集めた。ドーソンは、ニューカッスルで育ち、子供の頃から歌うことに興味を持ち、アメリカ合衆国の歌手たち、例えば、フェイ・ス・ノー、モアのマイク・パットンなどを真似て歌っていた。10年ほど、 レコード販売店で働いた後、プロの音楽家として活動し始めた。彼は、高価ではないナイロンゲのアコースティックギターを買い、誤って、これを壊してしまった。このギターを修理に出したところ、戻ってきた楽器がユニークは音を出すことに、彼は気づき、今ではメインの楽器として使うようになっている。ドーソンが、ブルース音楽に取り組むアプローチは、キャプテンビーフハートのイングランド版だと、 表現されてきた。ドーソン自身は、イスラム神秘主義に捧げられた音楽であるカウワーリーや、ケニアのフォークギタリストであるヘンリーマコビ、フォークミュージシャンのマイク・ウォーターソンなどから影響を受けたと述べている。アルバムザグラストランクとナッシング・インポータントでは、ドーソンが何か親族であるかのような精神を感じるという、ハープ奏者のロドリ・デイビスが共演した。ドーソンとデイビスは、 2013年には共作アルバム、ローソン、デイビーズ、ヘン・オグルドをリリースし、ローソンはまた、ソロでの作品を、イボールズという名義でも発表してきた。ナッシング・インポータント以降、ローソンは、フェンダーのギターを、オレンジのアンプに直列につないで演奏している。彼はまた、iOS のアプリ、サムジャムによる、合成音を使ったり、ごく基本的な知識しかないままにサクソフォンを、 演奏したりしている。同村の歌詞は、死への言及など暗い内容を扱っている。例えば、アルバム、ザグラストランクの制作に際し、彼は、タインウィアのアーカイブに関するデータベースを使って詩、死を検索し、殺人事件や、障害事件を報じた古い新聞記事から、インスピレーションを得ている。アルバム、ナッシング・インポータントに収録された、ザバイル・スタッフという曲は、 様々な出来事を連続して語る内容となっているが、その中には子供の頃、学校の遠足で出かけた先でココナッツの殻を割ろうとしてドライバーで手に穴を開けてしまったという話も含まれている。ありがとうございます。